辺りはまだ焦げ臭く、現在も消防による消火活動が続いています。警察と消防によりますと、今日午前8時ごろ、甲佐町の複数の住民から近くの家が燃えていると119番通報がありました。消防が駆けつけ、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、藤川陽子さんが一人で暮らす木造平屋建ての住宅およそ80平方メートルが全焼しました。この火事で藤川さんが顔や喉をやけどし病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。警察と消防は藤川さんに当時の状況を聞くなどして火事の原因を調べることにしています。